は今車で真夜中の湾岸道路を走っている。また彼女の悪い病気が始まったんだ。最初に電話が鳴った時には僕は裸だった。受話器を手にタオルで耳の後ろを拭いていた。電話は何にも喋らぬままにプツンと切れた。受話器の周り嫌な予感が膨らんでいた。二度目に電話が鳴った時には僕はパンツだった。恐竜図鑑をめくりながらビールを飲んでた。受話器の向こう君の声がちょっとかすれてる。ああまた彼女の悪い病気が始まった。先月は一人鳥だった。今度は菊岩に。じゃあ来月は木転がし虫か。でも僕は素早く動物図鑑をテーブルに広げ、恐竜図鑑の上に重ねてページをめくる。菊岩に、菊岩に、動物図鑑、幻獣図鑑、妖怪辞典、世界の民話、いろいろ探してみたんだけどさ、こんな生き物どこにもないや。1月彼女の夢にキナメグマが巣ごもりした。2月彼女の夢にキハネガエルが卵を産んだ。3月彼女の夢にキダチグサが目を拭いた。4月彼女の夢をキカッパライギツネが飛び回る。彼女が眠るまで波のように繰り返す。取り留めもない彼女の話を聞くために僕は海を見る。でもヘッドライト光る海をぼんやり見てると、そこにはトカゲやイルカやキリンが遊んでいるようだ。5月彼女の夢に眠りヒトデがへばりつく。6月彼女の夢に一人ガラスが飛んでった。7月彼女の夢にキクイワニが食いついた。8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月。いつか彼女の夢に僕が現れる日が来るといいんだけどさ。